皆様こんにちは、米谷彩子です。今日はこの表の順番でボーチェンジ、弓の返しについてです。前回弓の返しについて話しますと予告してから、いろんな考えが浮かんできて、ちょっとどういうふうにまとめようかなと苦労しているところなんですけども、まずはじめにミストレイのお言葉から始めてみたいと思います。ある時ディレイ先生はマスタークラスで、はあ、どんなにスムースに弓を返してもある程度のアーティキュレーションはつくのよとおっしゃったんです。アーティキュレーションというのは区切り、音に区切りのような音が入るということですけれども、これは私におっしゃられたことではなくて、他の生徒さんにおっしゃってたことですけれども、今となってはその前後のやり取りでどうしてそういうふうに先生がおっしゃったのかちょっと覚えてないんですけど、でもそれでもあれ本当なんかっていうかこうほっとしたっていうか、そういう感じでその先生の言葉だけはよく覚えてるんです。どんなにスムースに音を返しても、でもどうしてもこう弓が返しがなかったようにしなくちゃいけないんだっていう、こう亡霊みたいに固定観念にとらわれちゃってる場合は、その人たちはこう弓の元で逆に音が小さくなってる場合が多いですから、そういう方にはこのお言葉っていうのは朗報なのかもしれません。前のレッスンでも言ったと思いますけど、弓というのはこのここで四角形が作れるところ、ここですね。私の場合は人によって人の腕の長さによって違いますけど、ここが一番楽です。これから先に行くためには弓が軽くなりますから、圧力を加えていけなきゃいけませんし、これも前ここまで行ったら肩があるので、このまま行くことにはいかないので、少し上げた感じで、それからまたドアノブを少し右に回すような感じでここまで持ってこないと元まで行き着かないということが起きてきます。ただ原則として弓が弦の上で何をやっているか、つまりこう想像した時にこれがこの腕がどうだとかいうのに関係なくまっすぐに通るということでを想像して、その腕がどういうふうに感じるかとかいうのは割と二の次っていうこともあるんですね。それでこの音の勉強するときには、こう音が目に見えたらこうブロックにこういうふうに見えるように、こう一定の音が出せるようにということがすごく大切です。弓の返しはやっぱり肩がここにありますから、こうちょっといろんなことやらなくちゃいけないっていうこともありますから、元の方が難しいです。カール・フレッシュによりますと、18世紀のフランスのバイオリニストの本には弓の元は使わないと書いてあったそうなんですけども、今でもあんまり弓元を使うのが上手でないっていう生徒さんもいらっしゃいますし、私の生徒さんの中でなんだか変だなと思ってどうしても原因がつかめなくてずっと見てたら、こう微妙にこう持ち上げて、それでまた空中から帰ってくるっていう、そういうことをやってる生徒さんがいました。これは多分に弓の伸縮が使えないことによって、前にも言ったかもしれませんが、指の上下運動、こういう運動、それからまたこういう運動ができてないことによって、特に元の場合はこう小指で支えて戻ってこなきゃいけませんから、この指のこういう運動、特に小指が使えること、その指のこのままだとこう戻ってこられませんから、この小指が必要になってきます。私が日本で習っていた角三郎先生に小さい頃よく指弓
ッスンの最初によくやらされました。スミ先生もディレイ先生と同じであまり言葉数の多い先生ではありませんでしたけれども、素晴らしい先生でした。どちらがどちらに似ていらっしゃるのか分かりませんけれども、私の中では今でもスミ先生とディレイ先生はとってもよく似ていらっしゃると思っています。このは指が柔軟に使えるようになるにはとても役に立ったと思います。ただ小さい頃は誰でも曲が弾きたいわけで、指弓と言われるとこう渋々先生の前だけレッスンの時だけやっていた記憶があります。スミ先生はあまり説明とかされる先生ではなかったんですけれども、なんでこんなこと毎回やらされるのかなっていうようなふうに思ってましたけれども、弓をスムースに返すのに役に立つということだけは分かってました。小学校の 4,5 年生頃だったと思いますけど、割とこう毎週のように指弓って言われたので、多分いつもそのことが頭にあったんだと思います。ある時バスに乗ってて、小さい頃は割と運転手さんの横に立って大きなハンドルをこう回すのが見るのが面白くてよく見てたんですけど、その運転手さんがその U 字型のサークルみたいなところに行った時に、こうまずこう一定方向にこうすっごく大きく回して、でその後今度はこう進行方向みたいなところに大きく回していくんですよね。でそれを見た時にこうなんとなく自分の中で弓の返しっていう方ことが分かったような気がするんです。っていうかこのここに行く前にちょっと逆方向に行くのを用意するみたいな、そんな感じなんですけど、これはただ私の感覚としてのあれで、それでよくその後あんまり注意されなくなって分かったんですけど、あんまりそれは皆様の例えになるかどうか分かりませんけれども、先日若手のバイオリニストのとても上手なレイチェンっていう方がいらっしゃるんですけど、すっごくエキサイティングな演奏をなさって、私の好きな演奏家の一人ですけど、彼はこの前面白いことを言ってたんですよね。お習字のこの筆に例えてこういうふうに、こう例えばこうあまり最後にガタッとこう重すぎるとこう墨がいっぱいついちゃいますし、こうガタッとそこに行くわけにこううまくこういうふうに返すみたいなことを彼が言っていたんで、そういうことをイメージなさってもいいんじゃないかなと思います。このそれでこうまあ、これはイメージの問題ですけれども、練習してとして私はクロチェルの2番の有名なあるのをすごく早く、例えば32分音符みたいなので弾いて、すごくここの最後まで使ってというふうにこう、小指で支えられるといいと思います。はじめにちょっとどうやってまとめるようかなって苦労してると言いましたけど、というのも結構バイオリンの弾き方のことで本末転倒になってしまっていると私が思う例をどういうふうに説明しようかなと思ったからなんです。バイオリンの弾き方は結構過ぎたるは及ばざるが如しということが多いような気がします。そんなこともあって、そのディレイ先生っていうのはその弓を返せば少しの音は絶対入るんだよっていう、そういうその
本質をついてるのかなと思って初めに紹介させていただいたんですけど、私の言う本末転倒とは、本当は例えば弓をスムースに返すために指読みをするのに、今度はただ指読みをしすぎてというか、こう変な音がついてしまったりということです。その弓の返しについて言うと、まずはじめに弓が弦の上で何かをやっているか、そのために手の動きが最小でなくてはいけないっていうのが原則なんですけど、先ほど言った指弓の練習のしすぎなのか、こう手首が上がってしまってる人がいるんですよね。そうすると手、もちろん手と手首っていうのはつながってますから、どこから手でどこから手首っていうのは難しいんですけど、手首がこう必要以上に上がってしまうと、これはまた戻ってこなきゃいけませんから、それでボカッとこう少しこう空気が潰れるみたいな感じ、抜かれるみたいな、そんなことにもなってますし、この手首が上がる習慣がついてしまうと、手首からこう持っていく習慣がつきますから、こう結局指読みをやっていたはずなのに、これをこう手首を使う、なんか最小限でなくてはいけないんですけど、こういう練習をすることによって、手首を使うことによって今度は指が固まったままになっていってしまうとか、そういう逆の効果になってしまうことも結構見受けられます。私の今までの感じからすると、割とこう東ヨーロッパ、昔の東ヨーロッパから来た生徒さんに割とそういう傾向を持ってる人がいます。ひどくなってくると、今度はこう腕から上がって、今度は返せなくなってしまいますから、この指指の練習をするときも、必要、その返すために必要最小限の運動をするということを覚えていただければと思います。同じようなことで、指の持ち方の親指でもそんな感じの本末転倒を見受けられます。もちろんこういうふうに持ってしまってはいけないんですけど、それをこう防ぐために、こうこれを親指を直角にして絶対に曲げて持つっていうふうに教えてらっしゃる方もいらっしゃるんですけど、そうするとこう例えばこう弓の先になってくると、親指っていうのはほぼ自然に伸びた感じになるんですね。こういうふうにはなりませんけども、自然に伸びた感じになります。一番重要なことは、親指のバネが使えることで、それをこうプリベント、防ぐために、直角に曲げて、曲げるっていうことが、今度は直角に曲げることが先になってしまって、今度は手が硬くなるとか、そういうのをもう見受けられます。今日は最初のジリエ先生のお言葉以外は、私の弓の返しのやり方です。できたら参考になさってください。でもこれはディレイ先生のレッスンではないです。一般的な持ち方から少しずれてるように見えるだけでも、すごく偉大な演奏家、芸術家、例えばギドン・クレーマーとか、それからカバコスとか、横で見てて、どうしてああいう持ち方をしてるのに、あんな素晴らしい演奏ができるのかななんて時々思う時もありますけども、要はこう自分がこれが大体の基本だって分かってて、それで自分の体がやっぱり私よりもずっと肩幅の広い人とか、あとこう私は割とこう肩が下りてますけど、撫で型の人とか、こう怒り型の人とか、もう全然変わってきますから、それの中で自分のやり方を見つけ出されるのが一番いいと思います。弓の返しについては、指がこう最小限に動いて支えて、特に小指で支えて戻っていくっていうのが私のやり方です。それ
それではまた次回にお目にかかりましょう。